待たせたかい？怪我人がいるんだ。今はお引き取り願いたい。どうしてもというならば、まずわしを撃ってもらおうか。君の方から話し合いを拒むなら仕方がない。忠和、お前は人知れず無理をしすぎなんだ。頼むから、それ以上わしを心配させないでくれ。終わりだ。いかに翼を広げようとかいくぐる道はある。時間だ、時間だけがこうも僕を駆り立てる。強き者も弱き者も絆の前では皆平等だ。後悔するかい？これだな。戦わず、そこで安静にしているんだ。必ずお前を癒してみせる。大いなる絆の力だ。歯車を回せ！すぐに兵糧をお届けするのだ！元気になった時に備え、俺らは武具を用意しとこうぜ。続きを言う。大怪我をしてほしくない。だからこそこのお守りが必要なんだ。あんたらは血もないだもんね。一人のために兵士総出で、これが絆か。こやつらを放っておけば大変なことになりますぞ。終わりだ。すまないが、みんなもう少しだけ耐えてくれるか。お任せを。私の夢を実現させることが僕の夢であり役割だ。よかった、だいぶ顔色が戻ってきたな。豊臣に無限の栄華。よし、夢の続きを見ようか。夢の実現を叶えてくれよ。君の夢は僕の夢でもある。命を尽くすさ。そちらの絆もまた強い。ならば長い戦となりそうだな。しつけてくだされ、半兵衛様。我ら容赦はせぬぞ。
探せよ。もう大丈夫なのか。うん、嘘ではなさそうだな。よかった、本当に。できるだけ数を減らしておかないとね。僕の体が動いているから。もうダメだ。一旦引かねえと総崩れだぞ。ただ勝つとの最後の貴重な功労が。死すべき時を自分で決める。僕にそれができるのか。少し手を変えようか。さて、どう反応してくれるかな。所詮はお願いしくんだよ。勇猛が効いて呆れるわ。どう?出ねえよ、すぎじゃねえ。大丈夫だ、我を忘れてなどいないぞ。拙者も負けてはおられません。いつ見てもすごいな、この戦士は。とてもじゃないが、わしでは取り回せそうもないよ。豊臣に無限の栄華。この続きを見ようか。帰り地はあるのこそ吉とは言うまでもなかろう。おお、まこと鮮やかな陣取り働き。様、忠勝殿、お二方に顔向けできぬ。戦いとは常に二手三手先を読んで行うものさ。特訓映像、技は見て盗まないとな。戦ったな。傷ついた消防板を乾燥しましょう。もしそのまま力に溺れゆくというのであれば。配下を守るが将の務めよ。いざ。しっかりしろ。傷は浅くもないけどさ。うん。これ以上敵を調子づかせるのは気に食わねえな。次は俺の番か。怖くねえぞ。豊臣に無限の栄華。お色直しの時間ね。お色直しの時間ね。お色直しの時間ね。
今がこの人で向こうを立てれば、臆すのも無理はないさ。少し引いて休んでいてくれ。面目なし。歯車が欠けてしまっては、もう逃げるんだ。わしのために死ななくていい。ありがとう、よく持ってきてくれた。だが放電は負担が大きい。当面は控えろよ、タダカツ。ここであいつを止める。俺も英雄になってやる。気づくのだ、大切な王朝に代わる新たな拠り所を。よし、これでいつでも宙を舞えるな。とは言っても傷が癒えるまでは許可しないよ。戦わず、ダメだ、まだ動いては。どうしてお前はそこまで優しくいられるんだ。家康君の裏切りを許してもいい。君が豊臣に下るならね。君たちにはがっかりさせられる。お前に何かあればみんなが泣くんだ、わかるだろう。豊臣に無限の栄冠。その烈日のごとき怒りはどうかわしにのみぶつけてくれ。秀吉様、あなた様の二本の腕にどうかご加護。わらわを楽しませなさい。心なしか、忠勝様のお体が死んでいるような。怒りに任せて暴れているんだよ。勝機を生むかもしれないよ。おいおい、あいつには息切れってもんがねえのかよ。お前の胸に。戦った、お前の勝利を疑ったことは一度もない。だから今度も疑わない。俺という有能な人材に声がかかる日も遠くはないな。秀吉の右には僕があればいい。相性間違いなしと言い切るには気が早いですかな。わしの祈りをお前の胸に。わらわを楽しませなさい。僕のしつけは厳しいよ。覚悟しておきたまえ。合格よ。豊臣に無限の栄冠。戦つ、わしらの姿でみんなに希望をもたらそう。君たちと違って僕には捨てる命がないんだ。破れる覚悟はできていたはずだ。よくして受け入れられよ。そちらさ、出ねえよ。次じゃねえか。これでは敵が伸びて白い旗が動くなってしまいますな。
主の良きだくみか我の悪だくみか。わらわを楽しませなさい。夢など見ても無意味だ。僕はそう思う。ここは生還して挽回の機を待つべきか。俺たちは大将を信じて踏ん張るしかねえんだよ。夢の続きを見ようか。いかなる戦においてもただ勝つのそれが戦いだ。成長を感じるよ。そっか、わしはまだ一人大事な友を失ったのだ。残念だよ家康君、君には大きな役目を任せるつもりだったのだけれどね。まさかあなたはそこまで買ってくれているとはな。だが謝りはしない。それはきっと侮辱だろう。夢の続きいかに主とて過信はならぬならぬのだ。豊臣に逆らうなんて大それたことをしたものだね。後悔する。この世から強いと弱いを取り除けたなら本当に夢物語だと思うか。後悔するかい。誰も抗えないか。やれやれ。いや違う、けがなっていないようだね。絆は不滅だ。まだ時間はある。もうすぐ君と僕の夢が叶うんだ。秀吉。